ドナル・マクラフリンはアメリカ合衆国の建築家である。国際連合の旗のデザインにおいて重要な役割を果たしたことでも知られる。マクフラリンは1907年7月26日にマンハッタンで生まれ、ブロンクスで育った。彼が建築の道を選んだのはシ、新シナティビジ館などを設計した彼の祖父、ジェームス・ W ・マクフラリンの影響である。イール大学に入学し、 原型デザインの問題に関する論文を執筆した。1933年にイエール大学建築学部より建築学の学理を取得した。1937年にオーズ芸術デザイン研究所から建築学のディプロマを取得した。ティファニーの期間店大学卒業後、世界恐慌の厳しい経済状況にもかかわらず、彼は ワシントン DC の国立公園局に就職することができた。その後、ニューヨークでレーモンドローイ、ウォルター・ド・ウィンティーグと共に工業デザイン事務所を開設し、1939年のニューヨーク万国博覧会でイーストマンコダックと US スチールのパビリオンのデザインを担当した。また、マンハッタンの5番街57丁目にあるティファニーの旗艦店の内装もデザインし、 国家歴史登録財に登録されている。第二次世界大戦中、マクラフリンは CIA の前身の戦略任務局に勤務し、そのリーダーであるウィリアム・ドノバンの下でグラフィックのチーフとして働いていた。戦時中、彼のグループはビジュアルデザインを用いて陸軍のオリエンテーションフィルムやドイツの列車を脱線させる指示が印刷されたタバコのパッケージなど、 理解しやすい情報を提供した。彼のチームは、ニュルンベルク裁判で使用された法廷のデザインや、ナチス戦犯の有罪判決を得るために、検察側が使用したビジュアルディスプレイを制作した。国際連合の旗1945年に4月に、サンフランシスコで開催されたサンフランシスコ会議の主催者は、代表団を識別するためのピンバッジのデザインを考えていた。 アメリカ代表団議長のエドワード・ステティニアス国務長官はそのデザインが一時的なものではなく国連の高級的なシンボルになる可能性があることに気づいた。彼はオリバー・リンカーン・ランドクイスト率いる委員会を設立し、マクラ・フリンが作成したデザインから派で囲まれた世界地図で構成されるデザインを開発した。マクラ・フリンは仲間のデザイナーと共に9種類ほどのデザインを 考えた。デザインは直径1と1、16インチの円形のピンバッジに収まるようにしなければならず、マクラフリンは自身の論文を参考にして中央から東映をずらすことによってすべての国が収まるようにした。地図は平和を表すオリーブの枝で囲まれており、外縁には会議の名前、場所、日付が書かれている。1937年に ローラ・ネビウスと結婚したが、彼女は1998年に亡くなった。彼には二人の娘、一人の息子、六人の孫、三人のひ孫がいた。マクラ・フリンは2007年7月26日に100歳の誕生日を迎えた。彼の父も100歳まで生きた。マクラ・フリンは30代前半で喫煙と飲酒をやめたと述べ、長生きの秘訣は、 仕事や野心で自分を追い込んだことがなかったからと語った。マクラフリンは2009年9月27日、食道がんのためメリーランド州ギャレットパークの自宅で102歳で死去した。ありがとうございます。